こんにちは、吉田さん、そして皆さん。まあお金がない、お金がないと言いますけども、やっぱりね、まあ私と単純に比較して恐縮なんですけども、値を上げるのが早いなと思いますね。借金1000万抱える人ってなかなかいないと思うんですけども、2000万もあんまりいないと思うんですよ。で、私は3000万越してましたというか、2800万まではカウントしたんですけども、そっからもうね、どうでもよくなってカウントしなくなったんですよ。でも毎月100万以上の借金が私のね、会社に積み重なっていくのを見て、それで連帯保証人は私ですからね、私自身の借金なわけですよ。なんかね、2、300万、4、500万の借金で折れる必要はないと思うんですよね。1000万、2000万ってどうですかね。200万、300万の借金よりきつくないですかね。でもなんかランナーズハイっていうかね、逆になんか楽になったみたいな気がしましたね、私はね。まあこのぐらいあったら妙な取り立てねえだろうみたいなね、高をくくってるところもあったりとか。でもまあおかげさんでしっかりと利息をつけてね、皆さんに1円たりとも漏らさずお返しできたと。その時私が思ったのは、どうせ金持ちになるんだから返せるだろうという慢心ですね。その慢心がまさにヒットしたということです。借金がある段階で自己アフィリートセミナー、未確定報酬の画面だけで最初のね1ヶ月35日ですけども80万になりました。私の最初のセミナーは外で選挙演説があって、なんかえらい雑音が入ってたような気がしますね。あの時の動画今でもあるんですけども、ちょっとあまりにもね恥ずかしくって、私ね見返してないんですよ。一回もあんな出来でよかったのかと恥ずかしくって見てないです。でも確実にあれで80万っていう金額が皆さんの手からね、私の手に渡ったのは確かなんですよ。すごいなと思います。いや、そっからねノンストップですね。毎日10万円のあらり、3年で1億、毎日10万円のあらりですよ。まあネットビジネスっていうのは売上イコールあらりなんで、そんなに難しいことではないんですが、それまでの私のねビジネスっていうのは仕入れのあるビジネスでしたからね。仕入れのない麻雀店ですら人件費と家賃がかかってきて黒字になることはほとんどなかったですね。まあそういうふうな経験をね振り返りながら吉田さんといろんなやり取りをしてるんですけども、じゃあね、私が耳にしたド貧乏っていうのはどんな話があるかってことをちょっとお話ししましょうか。ちょっとこれはなかなかないと思うんですけどね。でもまあ本当か嘘か分かんないんですよ。で、私親戚は父方の方はまあ農家なんですけどもね、そんなに裕福でもなければ貧乏でもない中級農家です。まあ土地は多く持ってたらしくって、野菜は食べ放題なんで食べるのには困んなかったと言ってました。父方のさらに父、私のおじいちゃんは満州に戦争に行ってましたね。まあ帰ってきてお土産が銃弾だったという銃弾だから小学生の頃遊んでました実弾で大丈夫かよと思いましたけどね、よく暴発しなかったなと思いましたね。母方の方はなんとね、地元の名士だったらしいんですよ。でも私の母のお父さん、いわゆるおじいちゃんがものすごく遊び人でおめかけさんたくさん連れてですね、電波と売っ払って遊びほうけた挙句、何もなくなって極貧になったらしいんですよ。で、うちの母はまあ小学校は行ったんですけども、中学校は途中まで、まあそれでも一応卒業という形にはなったらしいんで、中卒ではあるんですね。それから、苦労してね、爪に火を灯すような思いで仕事をして、やがて20歳ぐらい、21、2歳で結婚したらしいですけどね。絵に描いたような貧乏だったということでございます。なんせね、物心ついた時は大金持ちで、なんか神輿に乗ってね、お嫁さんが来たらしいですよ。そのぐらいの地元じゃちょっと名の知れた金持ちだったらしいですけども、あっという間に転落したらしいです、まあそれからね、私の母の兄弟にもいろいろと商売上の不幸があってとんでもないことになってね、借金に追われたりともしてたらしいですよ。本当に一族中の金がその借金に潰されたと。私が中学の頃もね、まだお金返してましたからね。で、うちの父はサラリーマンなんで、まあ無理しなければなんとかやっていけるような感じだったですね、固定給なんで。いやいや、そんな中でね、
すごい話を聞いたのがあったんですよ。それがですね、本当かそうか分かんないですよ。ただあり得るなと思ったのは、私のだから母とか父の時代の話です。私の父や母がまだ幼かった頃、一族で集まったらしいんですよ。その年に1回とか2回集まる時があるじゃないですか、田舎っての。で、父方か母方か分かんないですけど、どっちかの家で起きたことなんですよ。で、ある時そのおじさんと呼ばれる方とおばさんと呼ばれる方、要するに親戚の方がいらっしゃってね、で、子供たち何人かでこうわーっとね食事したらしいんですよ。で、もうすぐそのおばさんはあと3人目か4人目の子供を出産するみたいなね、おめでただったんですよね。それからしばらく1年か2年してもう一回再会した時には、生まれたはず の赤ちゃんがいなかったんですよ。で、食事の時間になって兄弟が揃ってね食べる時間になったんですけども、そのおじさんおばさんの兄弟3人はまだ幼い、10歳にもならない3人なんですけども、3人ぐらいだった、まあ、3人ですね、3人だったんですけども、ご飯食べないんですよね。で、なんで食べないのっていうふうに聞いたらしいんですよ、その親戚の誰かが。そしたらその3人の子供たちはみんなで泣き出してね、私はご飯を食べません、ご飯を食べないで家計に負担をかけないから、家のお金を使わないようにするから、だからよそに売らないでって3人とも言い出したんですよね。で、親戚一同箸を止めて、何があったんだって聞いたんですよ。まあうっすら感づいてたらしいんですよ。そしたら、この前おめでたかった生まれたばかりの子供を売ったらしいんですよね。で、売って今日の親戚の集まりのためのお金にしたらしいんですよ。で、みんなもうそれから箸止まって食べられなかったということです。でも、その時代はそんなに珍しいことじゃなかったんだっていうふうに言ってましたね。で、ちなみになんですけども、奥さんが、おばさんですね、おばさんがだからね、私が子供を売ったんだっていうふうに言ったんだけども、実はそうじゃなくて、お父さんがね、おじさんですよね、おじさんが、本当はわしが売ってきたんだと、母さんには罪がないんだと。で、みんなで泣きながら、もう一回食べ始めたということだったらしいんですよ。人身売買、我が子を売ってですね、お金にしたという。まあ当時は子供の生まれない家もあって不妊治療もないですからね、養子縁組っていうのもまあどさくさであったらしいですよね。ちゃんとした手続きじゃなかったのかもしれませんけど、だから身内の方か近所の方がね、子供ができなくってもうこれからも望めないっていう時に売ってくれないかっていう話がついたんでしょうね。そんな時代ですよ。だから60年ぐらい前じゃないですか。それも60年とか70年になんないぐらいの前ですよ。いや、こういう貧乏ですよ、私が知ってる貧乏は。我が子を売って食卓の費用にするみたいなね、いつの時代の話だって。まだね60数年前ですよ。で、そこに同席したのが私の、まあ、母が父だったんですよね。で、それを聞いて語ってくれたんですよ。貧乏ってのは、貧しいってのはこういうことだぞって。私それをたまに思い出すんですよね、だからもう切り詰めてやっていかないといけないから、もうこんなんじゃ年を越せませんとかね、よく YouTube の書き込みにあるんですけども、まあ、それも大変だと思うんですよ。大変だと思うんですけども、でも子供を売るほどじゃないなと思うんですよ。まあもちろん子供を売っちゃダメですよ。で、最近はね、子供をなんか虐待して殺しちゃったみたいな事件もあるんですけども、なんかその豊かさって何なんだろうなと。むしろ貧しさの中に豊かさって見つかるのかなと思ったり、豊かなはずなのに実は貧しい人がそこに紛れ込んでいる、いわゆるね、何不自由ない豊かさの中で、物質的豊かさの中で心が貧困になっていってしまったり、なんか貧乏をねいじめたりとかね、差別したりみたいな気持ちが生まれてくるんじゃないかなと。なんかそういう思いが私はね、たまに湧き上がってくるんですよね。まあだからどうこうってことではないです。だから私もお金がなくて辛いんですって言うなよってことではないです。それぞれどのぐらいの苦しみが辛いのかってのはみんな違いますからね。だからこんなに大変な人がいるんだから、それに比べてあなたは楽でしょっていう風な妙な論法を私は使うつもりは全くありません。それこそね、深爪をしても激痛だったら、それはその人の本当に痛みなんですよ。だからこれ私ね、今でも思うんですけども、いや、吉谷さん、YouTube1 万個とか作れないですよ。作れないけども、もう私たちは言わなければならない。だけども、
このね、かっちりした世の中、何か抜け道があって一気に金持ちになると、そのチャンスが少しでもあるのはインターネットだよと。それ以外のところにはない。インターネット以上に難しい。そしてダメージもある。インターネットはとりあえずダメージはない。そこに投下する時間だけだ。で、しかも何をどのぐらいやるかによって、どこからどのぐらい収益が得れるかっていうのはおおよそ見当がつく。そして私は吉谷さんはそれをもう先頭でやってるわけだ。どんな姑息な手段も使わずに、いや本当にね、ただやるだけですからね、私は吉谷さんなんて。いや、細かいテクニックはありますよ、知ってますよ。でもそんなの入れずに、せいぜい SEO 的なタイトルをつけるぐらいですよ。そんなに効果はないですよ、こんなの、ね、だけどもそれしか私たちは打つ手がないんだもん。それを使っていくしかないじゃないですか。で、私なんてのは自分がやる前に何の見本もないですからね。だから自力でやりながら、それはね、思考停止にならないと怖いですよ、で私は思考停止になってただやりました。コンビニのパンを20個ぐらい買ってきて食べながらバーッとやってね、パンを全部食べ終わった後20時間以上経ってました。でもサイトはきっちりね、数百個できたと。それがアフィリエイトの収入になり、毎日10万以上の利益を生んでくれたという私の最初の一歩です。最初の一歩ですらこれなんですよ、私は。どうですか、インターネットビジネス始めましたってからね、半年経ってどのくらいできましたって、そうですね、サイト2000個ぐらいですかねみたいな、まだまだですねって私は答えてたと思います、誰かに聞かれてたら。でセミナーも500